今日の県内は天気が回復し気温が上がりました。日中の最高気温は新潟市秋葉区で33.3度、阿賀町津川で32.2度を観測するなど、昨日より1度から6度ほど上がりました。この暑さで県内では午後4時までに5人が熱中症の疑いで搬送されました。 明日も阿賀町津川と長岡市で34度など、各地30度を超える見込みで、のどが渇く前に水分を取るなど、熱中症への対策が必要です。